電気分解に関する質問を受けましたので、それについて、お答えします。で、質問の内容は3つありまして、1番目が、塩酸の場合ですね。塩酸を電気分解したときに陰極での反応が、まあ、こうなりますね。水素が発生します。ところが水酸化ナトリウム水溶液の電気分解では陰極で、水が電子を受け取って水素が発生する。でどうしてこう違うのかという、質問です。それはですね、まず塩酸の水溶液の中にはですね、水素イオンが、たくさんあるわけですね。でその水素イオンが電子を受け取って、水素になるわけですけども、まあ、同時に水分子もたくさんあるわけですね。で水素イオンと水分子と どっちが先に出てくるかという、まあ、その順番がここに書いてあるんですけども、参考書にこの順番出てますね。陰極で、出てくる順番なんですけども、水素イオンと水が共存しているときに、水素イオンが先に出てくると。要するに既に電離してしまっている水素イオンの方が、まあ、電子を受け取りやすいわけですね。それではなぜ水酸化ナトリウム水溶液の中でその反応が起こらないのかというと、それはこの中には水素イオンがないからですね。もしもこの中に水素イオンを加えたらどうなると思いますか？これは、水素イオンというのはすなわち酸なんですね。水酸化ナトリウムというのはアルカリなんですね。酸とアルカリを混ぜたらそれ中和反応が起こってしまいますね。つまり、水酸化ナトリウムの中に入っている多量の水酸化物イオンと反応して水になってしまい、中和してしまうということですね。ですから、この中で、水素イオンがこのような反応をして水素が出てくるということはありえないわけなんですね。そうすると、ナトリウムイオンとそれから水が共存しているときにどっちが先に出てくるかっていうと、まあ、水の方が先に出てくるということで、まあ、水が電子を受け取り、水素とそれから水酸化物イオンが出る。でこの反応式を作るのが面倒なんですけれども、ちょっとそのやり方を確認しておきますと、水をですね、水素イオンの部分とから OH の部分、OH マイナスの部分ですね、これに分けて、実際にイオンになっているわけじゃないんですけれども、まあ電気的に偏っているわけですね、極性を持っているわけですね。でそこへ電子がやってきたときに、この H プラスの部分が電子を受け取る。からもう1セット書いておきますと、こちらの H プラスのところが E マイナスを受け取ると。つまりこの2つの水分子が電子を2個受け取ることによって、これはそれぞれ水素原子になりますから、それが結合して水素分子ですね。から残りの水酸化物イオンが離れて2個の水酸化物イオンが出てくる。でこれを普通の反応式で書くと、これを元 の水分子の形に戻しますと、2倍の H2O ですね、これが電子を受け取って水素分子と2倍の OH マイナスが出てくるというふうに考えればいいですね。これが1番目の質問に対する答えです。から2番目がですね、硝酸銀の電気分解で、硝酸銀の電気分解の場合には Ag プラスがで電子を受け取って銀が出てくるわけですけれども、これは、イオン化傾向が水素イオンよりも銀イオンのが小さいからですかという質問なんですけども、硝酸銀の場合には、この順番を使いますとね、
水とから銀イオンが共存しているわけですね。そうすると、でまあ、水素イオンは実際にはないわけですね。で、もちろん銀の方が、まあ、これ4個結構小さいですから、先に銀が出てくる。で銀が全部、なくなったら、その後から、その後にはその水が電子を受け取るということになりますね。ですから当然、まあ、この反応が先に起こるということですね。それから3番目の質問は、pH に関係があるのかっていう質問なのですけども、これはまた別の動画で説明をいたします。それでは。